こんにちは、若葉葵です。前回また関連の機械を作ったので、まだまだエネルギーが足りないので、今回は発電機を作っていきます。まずこのクエストから進めます。原子炉で使い切った燃料棒からまた別の資源を取り出すクエストです。原子炉から使い切った燃料棒を取り出して、熱延伸分離器に投入します。そうすると、プルトニウムの粒とウラニウム238が4つ、アイアンダストが1つもらえます。あとは、プルトニウムの粒を9個並べて、プルトニウムができます。次のクエストに進みたいのですが、RTG 燃料を作るためには、原子炉の燃料を3回ほど使い切らなくてはならないため、ちょっとクエストは一旦放置します。待ってる間に色々作ってみたいと思います。まず、多くの木材ハーフブロックを縦に3つ並べて、多くの木材で囲んで、オークブックケースを作ります。オークブックケースと石炭の粉、羽と作業台、あとは多くの木材ハーフブロックで、オークファンシーワークベンチができます。このオークファンシーワークベンチは、本を使ってレシピを記憶することができます。じゃあ使ってみます。板ガラス3つと、ニコライトパウダー1つ、石灰を3つ並べて、フォトボルテックセルができます。で、ここに本を置くと、レシピが記憶できるようになります。で、作って、ここに入れておくと、ここに本が1冊ずつ溜まってきます。レシピを呼び出して作りたいときは、本をここの部分に置いて、この上の矢印を押すことで、インベントリにある素材を選んで配置してくれます。このままソーラーパネルを作ってしまいたいと思います。鉄インゴット1つに鉛灰が4つで、リードストーンソーラーコアができます。フォトボルティックセルが3つ、リードストーンソーラーコアが1つ、レッドストーンが2つ、スチールナゲットが3つで、リードストーンソーラーパネルができます。エンジェリングを1つ作るのに512個必要だった気がします。ソーラーパネル、ソーラーエキスパンションの実績がありますが、これは設置した時に実績が解除されるので、忘れずに設置しておきます。作ったソーラーパネルをアップグレードします。リードストーンソーラーコアとインバーナゲットを4つ合わせて、ハーデンドソーラーコアを作ります。ハーデンドソーラーコアを1つ、リードストーンソーラーパネルを8つで、ハーデンドソーラーパネルができます。これも設置して実績を解除しておきます。さらに、ハーデンドソーラーコア1つに、エレクトラムナゲット4つで、レッドストーンソーラーコアができます。レッドストーンソーラーコア1つと、ハーデンドソーラーパネルが8つで、レッドストーンソーラーパネルができます。これで 64RF の発電量になります。これも設置します。ウラニウムを使い切ったので RTG 燃料を作りたいと思います。
燃料棒からプルトニウムを取り出してきました。プルトニウムが3つで、デンスアイアンプレートが6つで、RTG 燃料ができます。RTG 燃料が作れたので、今度はこれを作ります。ラジオアイソトープサーボンエレクトリックジェネレーター。略して RTG 発電機ですね。これを作ります。リアクターチャンバー一つ、ジェネレーターが一つ、アイアンアイテムケーシングで RTG 発電機ができます。この RTG 発電機は中に6つスロットがあって、その中に RTG 燃料を入れておくと永遠に発電してくれます。6つ RTG 燃料を入れると、32EU が発電されます。これだと物足りないので別の原子炉を作ります。これですね。ビッグリアクターズの原子炉です。これを作っていきます。ビッグリアクターの要素に触れる前に、刻印機が必要なので、アプライドエネルギックスの要素に触れていきたいと思います。鉄インゴット4つと、チャージケルタスクオーツで、隕石探知コンパスを作っておきます。このコンパスを使って隕石を探しに行きます。といっても近くに隕石を見つけているのですぐに見つかるでしょう。この黒い球体が隕石です。この中に刻印機で使うアイテムが入ってます。スカイストーンチェストがありました。この中に回路の基板が入ってます。ちょっとこれは目的のものとは違うので、また別の隕石を探したいと思います。基本回路の金型が入っていました。あと一つシリコンの金型が欲しいので、それも探しておきます。ああ、三つも入ってる。シリコンと発電回路。これで目的のものが揃ったので、今度は刻印機を作りたいと思います。では、刻印機を作ります。鉄インゴットが4つ。共振マシンフレーム、オーバークロックアップデート、純粋なケルタスクオーツに粘着ピストンが2つで刻印機ができます。まず木炭か石炭をかまどで精錬して、グラファイトバーを手に入れます。次にイエローライトオレを砕いて、イエロヒルムダストを手に入れる。で、これを焼く。そうするとイエロヒルムインゴットができます。まずは、鋼鉄インゴット4つに、グラファイトバーが2つ、エレクトリカルスチールが2つに、イエロヒルムインゴットが1つで、リアクターケーシングができます。原子炉の外殻になるブロックです。次は強化ガラス6つに RTG 燃料を置いて、イエロヒウムフェルロットができます。炉心です。リアクターケーシングが4つ、レッドストーンが1つ、グラファイトバーが3つ、イエロヒウムインゴットが一つで、リアクターコントロールロットができます。イエロヒウムフェルロットの上に設置して使います。リアクターケーシングが4つ、ピストンが1つ、チェストが1つで、リアクターアクセスポートができます。燃料を入れたり出したりするところです。
キャラクターケーシング4つと MFE を1つでキャラクターパワータップができます。発電した電力を取り出すところです。あとはリアクターコントローラーを作ればビッグリアクターが完成します。レッドストーンコンパレーターとレッドストーンでコンパレーターチップを作ります。刻印機を使って金インゴットと基本回路の金型で基本回路を作ります。シリコンの金型とシリコンでシリコン基板を作ります。基本回路とシリコン基板、レッドストーンで基本プロセッサができます。基本プロセッサと鉄チップ、鉄インゴットでコンピューターができます。キャラクターケーシングが4つ、コンパレーターチップ、赤ワイヤーが3つと、コンピューターでリアクターコントローラーができます。では、最小構成のビッグリアクターを組み立てていきます。まず、下面にリアクターケーシングを9個並べます。こんな感じですね。で、リアクターコントローラーと、リアクターアクセスポート、そしてリアクターパワータップを並べます。そして真ん中にイエロリウムフルイドロットを置いて、その上にリアクターコントロールロットを置きます。あとは正方形になるようにリアクターケーシングを配置します。こうですね。そうすると外観が変わって模様がつくんですね。で、リアクターコントローラーが赤色になります。では実際に動かしてみます。でまず、リアクターアクセスポートにイエロリウムインゴットを入れます。燃料を入れたら、今度はコントローラーにアクセスして、ここですね、アクティブリアクターにします。そうすると起動します。発電したエネルギーは、パワータップから取り出します。最後にリアクターコントロールロットの説明をします。コントロールロットを挿入した分だけ発熱とエネルギー生産量と燃料消費が抑えられます。具体的に何かというと、発熱の部分、この部分ですね。この部分が200度以上だとエネルギー生産にペナルティがあります。200度以下でペナルティがなくて、1000度付近だと 10% のペナルティがあります。最大で 66% のペナルティがあります。最大っていうのは2000度ぐらいですね。今740度付近なので、これをコントロールロットを挿入することで発熱を抑えます。こうすることで発熱量が抑えることができます。最小構成だと、コントロールロットを挿入することでしか発熱量が抑えられないので、エネルギー生産量も下がってしまいます。ですので、冷却剤を使った方式に作り変えたいと思います。今度は 5×5 のサイズで作りたいと思います。まず下に、ケーシングを引いて、端っこ4辺にケーシング、真ん中にレールロットを置いて、アクセスポート、パワータップ、コントローラーを設置して、周りはガラスで
込みましょう。で、冷却剤は照明エンダーパールを使います。フェルロットの4面に冷却剤が当たるように設置します。これでいいですね。で、あとはケーシングで蓋をして、これで完成です。では先ほどとの違いを見てみましょう。先ほどの最小構成だと800度くらいに上がっていたのが250度まで下がってます。で、出力も上がってますね。で、あとはロッドを少し挿入して200度以下になるようにしとけばいいでしょう。はい、今回はここまでとしたいと思います。次回はドラゴニックエボリューションのツルハシとスコップが多分作れると思うので、ここら辺に手をつけていきたいと思います。今回も動画見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。